今日は特別インタビュー、国土交通省自動車局整備課電子装置整備推進官の小島健二さんにトラック運送業界における不正改造車の排除について伺います。それではそのインタビューをお聞きください。小島さん、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。はじめに今日のテーマであるトラック運送業界における不正改造車の排除について背景を教えていただけますか。はい、トラック運送業界に限ったことではありませんが、依然として不正改造車は安全を脅かし交通秩序を乱す行為であることを顧みず、法令遵守の意識が低い身勝手な経営者やドライバーが未だに存在していることが考えられています。なるほど。どういったものが不正改造に当たるんでしょうか。自動車の安全環境基準である保安基準に適合しなければ公道を走行してはならないと法律で定めております。はい、この保安基準に適合しない改造部品などの取り付け取り外しが不正改造にあたります。トラックの主な不正改造事例を挙げますと、一つは大型車のスピードリミッターの取り外しや改変、二つ目は前面側面ガラスへの装飾板の取り付けや着色フィルムの貼り付け、三つ目はリアバンパーの取り外し、四つ目はダンプ荷台への差し枠の取り付け、こういったのが挙げられます。まあ、確かにどれも大変危険な感じがしますが、不正改造車はどのような影響を及ぼすのでしょうか。不正改造車は歩行者や周囲のドライバーを巻き込む事故を弱し、交通社会の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音などの環境悪化など社会的に甚大な悪影響を及ぼすことになります。不正改造車は社会的に悪影響を及ぼすということですが、罰則などはあるんですか。不正改造は社会的害悪性のある犯罪です。不正改造を行った者は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されるほか、トラック運送事業者にあっては車両使用停止などの行政処分があります。不正改造車の排除について国土交通省ではどのような取り組みをしているんでしょうか。はい、国土交通省では毎年警察などの関係省庁や全日本トラック協会をはじめとした自動車関係団体と協力して不正改造車を排除する運動を全国展開し取り組んでおります。特に今年度は近畿沖縄を除く地域では6月、近畿では7月、沖縄では10月と各地域で強化月間を設けて、街頭における取り締まりやマスメディア SNS などを利用した啓発活動を精力的に行い、不正改造車の排除に努めております。不正改造車の排除をする運動の取り組みの成果はどうでしょうか。全体での不正改造車の取り締まり件数は平成16年度の5438件をピークに年々減少して、平成29年度で1284件まで推移しております。はい、一定の成果は出ていると感じておりますけれども、はい、しかしながらリアバンパーの不良、ダンプ荷台への差し枠の取り付け、スピードリミッターの改変など、トラックの不正改造取り締まり件数はここ2、3年で見ると微増しておりますので、トラック運送業界の不正改造車撲滅にしっかり取り組んでまいりたいと思います。今後も不正改造車の撲滅に向けた取り組みに期待しています。それでは最後にドライバーの皆さんへメッセージをお願いします。近年不正改造車に対する社会の目が非常に厳しく、その排除が強く求められております。トラック輸送は公共性の高い事業ですので、事業者もドライバーも一般の自動車ユーザーの模範となるような高い規範意識を持ち続けていただくとともに、一般の自動車ユーザーの皆様も不正改造はやってはならない犯罪であるということを十分認識し、不正改造車が存在しない安全安心な車社会にしていただきたいと思います。小島さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。この車大丈夫？ストップザ不正改造。自動車は便利な反面、交通事故や排気ガス、騒音などによって社会問題を起こす恐れがあります。それらの原因として大きな問題となっているのが不正改造。運転者席や助手席の窓ガラスに基準不適合の着色フィルムを貼る、基準不適合のマフラーを装着する、トラックの荷台に差し枠を取り付ける、速度抑制装置を解除する取り外す、
これらは全て不正改造です。もし違反した場合には懲役や罰金を科せられる場合があります。不正改造車のない安全安心な車社会を。ストップ・ザ・不正改造。